何か、そう、何か、とても悲しい夢を見ていたような気がする。メル様、メル様。あ、リリー、おはようございます。ベル様、クエスト中に居眠りなんてとてもとても余裕ですね。ごめん、リリーが換気に行ってる間眠くなっちゃって。まあ仕方ありません。いきなりクエストを手伝えなんてモルド様に言われてこの18階層に来ましたからね。ベルフ様も予定があって、ベル様とリリの二人だけですし。モルドさんは？手に入れたドロップアイテムを持って、クライアントの元へ行ってしまいました。次もよろしく頼むぜ、ですって。じゃあ、クエストは終わったってことでいいんだね。はい。あとは上級冒険者のパーティーに入れてもらって、地上に帰るだけ。ベル様？泣いているのですか？え？本当だ。何か怖い夢でも見ていたんですか？よく思い出せないけど、何かとても悲しい夢を。今のは興奮したモンスターの遠吠え。街の外に集まってる。まさか誰かが襲われて。行こうリリー、モンスターの群れが見える。あの数普通のパーティーじゃ危ない。シドア、おお、目が覚めたか。どうか、ここは一体。私にもわからん。まるで見たことのない景色だ。だが今は大事がなかったことを喜ぼう。シドウが無事で何よりだ。ああ、よくわからないけど、心配かけたみたいだな。すまん。私の方が心配していた。で、折り紙もいたのか。そう。そうか。とりあえず、全員怪我はなさそうだな。油断してはダメ。目に見えない場所を負傷している可能性がある。放置していては危険。早急に調べるべき。え？調べるってどうやって？差し当たって服を脱いでもらう。ちょ、折り紙大丈夫だから、なんともないから。こら、折り紙、シドウに何をする？邪魔をしないで。シドウに何かあったらどうするの？なんだと？素人が判断しては危険。何かがあってからでは遅い。トーカも協力して。それは困るぞ。一体何をすればよいのだ？まず服を脱がせる。なるほど。騙されるな、どうか！
あれは、かぐや？私は、あれ？かぐや、お前も来てたのか！シド、どうして私、こんなところに。ん？あれ、ユズルは？私一人だけ？何が起こってるの？ユズル！しっかりしろ、かぐや！そうだぞ、かぐや！落ち着くのだ！そう。息を吸って、ゆっくり吐いて。それでもダメなら、シロウの胸に顔をうずめて、深呼吸するといい。何を言ってるんですかね、折り紙さん！ごめんなさい、無神経だった。いや、分かってもらえれば。それをしていいのは私だけということ。やっぱり分かってなかったな！みんな、ごめん、取り乱して。変な場所にいて、ユズルもいなくて、私。いや、かぐやたちは双子の精霊だからな。取り乱すのもしょうがない。不安だろうけど、まずは状況を把握するのに力を貸してくれ。俺たちもここがどこなのか、何なのかも分かってないんだ。うん。ごめん、シド。ここにいるのは、これで全員、みたいだな。おそらく。少なくとも周囲から霊力は感じない。霊力？あ、そういえばみんなその格好は。霊装だよな。一体なんで。ふむ、先ほどから力がみなぎっている感じだ。そういえば指導に力を封印される前みたい。俺の体というか霊力のパスに異常はないと思うんだけど。おそらくそういったものとは違う。え？うん、なんというか指導から力が逆流しているのとは違う感覚だ。この場所そのものに力が満ちているというか、ここにいると力が溢れる感じだ。霊力みたいな力がここには充満してるってことか。いや、でもそんなこと。腑に落ちないのは私も同じ。けど、何もわからない今の状況において、霊力があるのは心強い。そうだな。とりあえず、ここがどこなのか手がかりを。なんだあれ！巨大な熊？いや、本当にクマなのか。それに昆虫の化け物。明らかに異様な生物。私たちが知る生態系ではないことは確か。ちょっと、どうなってんの？本当にここどこなのよ！来るぞ！ファイヤーボルト！大丈夫ですか？ああ、無事だけど。まだまだモンスターが来ます！下がってください！モンスター？ああ、あやつ強いな。とても素早いぞ。まるでテレビで見たウサギのようだ。それより炎を放出している。見たところ精霊ではない。ウィザードでも。彼は一体。
私、頭パンクしそう。ゆずる。エル様、ご無事ですか？うん、リリも援護してくれたし、ベルフが念のために預けてくれた負け、あってよかった。それより、助けてくれてありがとう。で、助けてもらったばかりで悪いんだが、ここは何なんだ？教えてくれないか？魔法、モンスター、ダンジョン。ああ、もう頭がこんがらがりそうだ。明らかに俺たちの世界とは違う。本当にここは異世界だっていうのか？僕らも、シドウさんたちの世界のお話を聞いても、正直よくわからないというか。ああ、悪い。お互い様ってことだよな。なんだかすみません。シドウさんたちの力になれそうになくて。いいよ、そんなの。助けてくれただけで十分さ。それと、さんなんてつけなくていいぞ。なんかくすぐったいっていうかさ、あんまり同年代のやつにさん付けされるの慣れてないっていうか。ああ、すみません、シドウさん。ほら、また。ごめん、シドウ。ベルと言ったな。よろしく頼むぞ。この世界で初めて会った人が友好的でよかった。情報を聞き出すのに手間がないのは助かる。一応聞くけど、友好的じゃなかったらどうするつもりだったんだ？指を。やめて、聞きたくない！ベル様、トーカ様たちがお美しいからって何鼻の下伸ばしてるんですか？いや、僕はそんなつもり。うわぁ！うわぁ！やっぱりユズルがいないと落ち着かない！怖い！不安！ユズル！ユズル！びっくりしました。どうなされたのですか、彼女は。ああ、かぐやは双子の精霊でさ。ゆずるっていうのはかぐやの半身みたいなものなんだけど、なぜかこの世界には来てないみたいなんだ。異世界なんて場所も相まって、情緒不安定になってるんだと思う。さっきまで塞ぎ込んでたしな。なるほど。まあ、気持ちはわからなくもないですが。なんですか？リリのことをじろじろ見て。どりゃー！ リリ！なんじゃこりゃー！なんですか？なんなんですか？何が起こったんですか？とりあえずベル様、見ないでください！他人の衣装を霊装のようにいじくるのは初めてだったが、うまくいったようだな。何わけのわからないこと言ってるんですか！何なんです、この恥ずかしい格好！光栄に思え。病の霊装エロヒムツバオクとはいかぬが、伝説級の装身具シュトゥルムパンツァーであるぞ。その装身具を身にまとったからには、貴様は我の仮初めの半身となることが運命づけられた。
だからわけがわかりません。なんでリリがそんなことを。それはほらあれよ、ユズルほどでないにしてもなんか私と似てる気がしたから。声とか。ふざけんな。背格好はともかく、ユズルの装いとうり二つだ。びっくりしたな。トークたちが自分の霊装を変えられることは知ってたけど。きっとこの世界だから、霊力が溢れているせいであんな芸当も可能。私も試してみようと思う。シド、ちょっとそこに立って。嫌だよ、何の格好させる気だ。まあでもありがたいな。え我が半身としてせいぜい邁進するがよいぞ。アホなんですかこの人。離してください。リリルカって言ったか。あの子のおかげでいつものかぐやに戻ったみたいだ。よっぽど相性がいいみたいだな。確かに似てるような気はするけど。折り紙じゃないけど、最初に会ったのがベルたちでよかった。正直さっきまでは俺も不安だったけど、今は少し前向きになれた。シド。ユズルたちも待ってるだろうし、元の世界に戻る方法を見つけたい。もし迷惑じゃなかったら、力を貸してくれないか、ベル。もちろん。またモンスタークエラが出たぞ。さっきより数が多い。さすがにリリたちだけでは。ふんふん、我が半身と巡り合えた刹那に現れるとは、運のない化け物どもよ。かぐや様。はは、今の我々は姿ぶりに全力で暴れられるぞ。ラファエル、私も行くぞ。先ほどはベルたちに助けられてしまったからな。指導たちは下がっていて、私たちで十分。サンダルポン、メタトラ、すごい、あの数のモンスターを次々に。トーカ様たちの力、天使でしたか。あまりにも規格外です。力は第一級冒険者並み。それにまだまだ余裕が。なんだこれは。地震。本当にそうなのか。まるで世界そのものが揺れているような。ちょっとなんか嫌な予感しかしないんだけど。ベル様、あれは、そんな。なんで、どうしてあのモンスターが。なんだ地震。いや、これはダンジョンが震えてるのか。まさかどっかのバカな神がダンジョンに入った。いいや、ちゃうな。これは神々の仕業やね。ロキ、どうしてここに。いや、神々の仕業じゃないってどういう。都市内に存在する全ファミリアに通達。ギルドはミッションを発令します。これより
ロキファミリアを除き、一般冒険者のダンジョンへの立ち入りは禁止。ロキファミリアは速やかにダンジョン内にて危険因子捜索の任についてください。繰り返します。ギルドはミッション？いや、危険因子って、まさかロキさっき言ってたのって。ああ、ダンジョンに何かが現れた。そんでそれの発しとる力をダンジョンのアルカナムと誤認したる。僕たちの力と誤認？どういうことだよ。うちが知るか。事前にウラノスに呼び出されとってな。ほんまに突然その何かは現れたらしい。ダンジョンに気づかれる前に調査には当たれとかなんとか面倒ごと押し付けられたんやけど、このざまやことが先に動いた。じゃあさっきの揺れはその危険因子を僕たちと誤解してるダンジョンの暴走？僕たちの時みたいに何かを生み出したのか。危険因子言うても味方なんか敵なんかもわからん。ダンジョンの暴走を考えれば存在自体が危なっかしいのは間違いないが、とにもかくにもフィンたちの報告待ちや。サポーター君と一緒にベル君もダンジョンに行ってる。ベル君、ちょっとどこなのよここは。あ、いきなりわけのわからない場所に放り出されて何が起こってるの？あれは？ち、なんだっての？いきなり18階層へ迎えたの？何があるってんだ？ダンジョンを刺激する危険因子、戸田家ロキには聞いているが、さて何が出てくるか。正体は不明なんですよね。新種のモンスターとかイベルスの仕業かも分かっていない。そうじゃ、逆に目標に敵意がないのならことを構える必要もない。あくまで任されとるのは事態の究明よ。が、ただのイレギュラーなら我々を動員する道理はない。楽観視はできん。どうしたの？このダンジョンの感じ、いや、早く止めないと。ごちゃごちゃ喋ってんな。もう18階層だ、行くぞ。冒険者？いや、違うな。面白いですわね。本当にこの世界は霊力、いいえ魔力、とにかく力が詰まったご馳走がこんなにたくさん。ご馳走だと？遅れましたわね。私は時崎くるみ、あなた方が最後に会った精霊ということになりますわね。精霊？ああ、あなたですのね。私たちと似た異界の存在は、あなたに惹かれて私はここまで来てしまいましたのよ。そう、あなたがとっても素晴らしいから。力の発言とともにダンジョンが。フィン、この女は？総員戦闘準備、
彼女を危険因子と断定する。さあさあ、素晴らしいご馳走の皆さん、どうか私に食べられてくださいまし。随分とあっけなかったの、拍子抜けするほどに。ひとまずこれでイレギュラーは収まったってことで。あらあら、お強いんですのね皆さん。なっ、正面から戦わないで正解でしたわ。どうなっている？同じ奴がもう一匹だ。さあ、行きますわよ。早い。でもこれくらいなら。あらあら、勇ましいですわね。では、これならばいかがでして？ザフキエル、アレフ。自身に銃弾を。速度が、レフィア！この野郎！ザイン。手品か。異なる世界、異なる摂理で生きてきたのですもん。理解が及ばないのも無理のないことですわ。でも心配しないでくださいまし。すぐに理解させて差し上げますわ。私の影の中で。あら、次はあなたでして？それでは、ザイン。あら？あらあら、不思議ですわね。いつの間に私の腕を立ちましたの？どうしてアレフで追いつけませんの？どうしてザインで撃ち抜けませんの？てめえがトレーからだ。てめえの腕がクソだからだ。ザクをいたぶって調子に乗ってんじゃねえ、クソ女。ぶち殺してやる。ああ、その品のない口調、その殺気、まるでマナさんのようですわ。ああ、いいですわね。高ぶりますわ。高ぶりますわ。でも、私だけは殺させて差し上げるわけには参りませんわね。おいでなさい、ザーフキエール。ダレット。ちぎられた腕が元に。回復魔法まで。時間を戻しただけですわ。そんなもので驚かれていては困りますわね。ねえ、私たち。影の中から分身。さあ、しとやかに舞うといたしましょう、私たち。
度倒しても影から生まれてくる。そんな、まさか不死身。面白い。くたばるまで全員蹴り殺してやる。まだわかりませんの？あなたに私を殺しきることは絶対にできませんわ。下がれ！焼き尽くせ、スルトの剣。我が名はアールブ。レア・ラーバテイン。あらあら、力の劣る分身体とはいえ、ここまで数を減らされてしまうとは驚きですわね。ごちゃごちゃ言ってんな。次はてめえだ。まあいいですわ。この辺りが頃合いでしょう。ああ、では皆さんごきげんよう。次はきちんと食べて差し上げますわ。影に沈んで逃げたか。くそが！あれが危険因子で間違いはない。すこぶるたちの悪いな。ああ、目標を危険因子から適正存在と断定する。この階層にいくつか魔力の高まりを感じる。同じような存在がまだ複数ある。ここから散開する。第一級冒険者を各班に配備。必ず数を持って対応しろ。敵は想像の拉違いの怪物だ。速やかに殲滅する。例外はない。大丈夫か、ベル？なんとか。それよりも、トーカさんたちだけで、あの黒いゴライアスと互角以上に、これだけの戦力で倒しちゃうなんて、ひょっとしたら、リュウさんやアスフィーさんより。シド、大丈夫だったか？ああ、助かったよ、トーカ。ふむ、なかなか手強かったが、皆が無事でよかったぞ。しかし、何だったのだ、あの黒い巨人は。明らかに私たちを狙っていたぞ。わからないですけど、今は、はぐれた人たちと合流しないと。ああ、折り紙にカグヤ、それにリリルカも、戦ってる間にバラバラになっちまった。そうだったな。よし、早く折り紙たちの元へ。見つけた。アイズさん？手ごわかった。どうやら倒せたみたいだけど。折り紙様！あなたは。よかった。怪我はない。ええ、まあ。というか、折り紙様たちがすごすぎて、リリは逃げ回るだけでしたが。とにかく、折り紙様も無事で何よりです。ベル様やシドウ様は？わからない。けど、大丈夫。シドウの元には、トーカがいる。いがみ合っているように見えましたけど、信頼なさってるんですね。私たちも、いろいろあったから。あ、いたー！じゃなかった。ようやく見つけたぞ、我が半身よ。ああ、もうどこまで行ってたんですか。
リリをほっぽって。しょうがないじゃん。私だってあの巨人に吹っ飛ばされちゃったんだから。人にこんな恥ずかしい格好までさせてるんだから、ちゃんと守ってください。もう恥ずかしいとはなんだこれ。今度は逃がさないわよ。光る服、さっきの人とは違いますけど間違いありません。チッ、あのクソ女どこに行きやがって。ロキファミリア。ウサギ野郎んとこのチビか。おいどけ、そいつらは潰す。ちょっと待ってください。この人たちはリリたちを守ってくれて。うるせえ、邪魔すんならてめえも容赦しねえ。二人か、さっきのお仲間より楽しませろ。お仲間。まさか指導とどうか。メタトロン、上等だ。行くぜ。最強と言っても過言ではないのですから。それってヤバくない？なんで黙ってたのよ。ヤバさを伝える前にかぐや様と折り紙様が戦い始めたじゃないですか。折り紙、メタトロンで弾幕を張って。どうする気ですか。決まってるであろう、我が半身よ。かような時はメタトロン。36拳逃げるに近づく。やっぱり、なんなのだいきなり。アイズさん待ってください。どうしてトウカさんに攻撃を。彼女たちは危険。その答えが出た。彼女たち。そして私も彼女たちの存在を認めることができない。あなたたちはモンスターと一緒なの？それとももっと悪い何か？何を言っている。ダンジョンがざわつくこの感じ、この後とても良くないことが起きることも。だからトウカ、アイズさん、トウカさん。ロキファミリア、これじゃトウカさんのところに。こんなことに。待ってください、アイズさん、話を聞いてください。トウカさんは、その人たちは悪い存在なんかじゃない。剣の精霊であるトウカと互角。なんなのあの剣士。すごい。敵が追いついてくる。早く合流を。待つのだ。話を聞かせろ。なぜ私たちを襲う。お前は AST と一緒なのか。私たちが起こす空間侵を恐れているのか。
言っている意味がわからない。私は確かに世界を恨んでいた。私を否定する世界に疲れて破壊を振りまいていたこともあった。だが私は指導のおかげで変わることができたのだ。私は指導が好きだ。きなこパンが好きだ。共に喜び共に泣いてくれるあの世界が好きになれた。異世界などという場所に来てしまったが、ベルやリリルカという良き者たちに出会えた。私はこの世界も愛せると思う。剣を収めてくれ。お前は私のことを知らない。私もお前のことを知らない。だからこのまま殺し合うのはきっと間違っている。私はこの揺れはまさか私たちの力に反応しているのか。やっぱりできない。あなたたちはダンジョンを狂わせる。あなたたちはまた悲劇を呼び起こすかもしれない。私みたいな人をもう増やすわけにはいかない。テンペスト！まさか天使？誰かが悲しむのなら、誰かが泣くのなら、私はモンスターを、あなたたちを。見えているか、リベリア、ガレス。ああ、風をまとった合図と互角か。それ以上、信じられん。まだ互いに余力を残しておるようじゃが、次で決まる。急ぐぞ、合図たちの元へ向かう。無理だ、できぬ。あれの前では私も、私が倒れれば指導も。サンダルフォン、ハルバンヘレム、トーカ様の剣がどんどん巨大に。それより、この風、近づけない、誰も。今のは。リル・ラファーガ。無秩序に死と破壊をまき散らす。凶悪で、醜悪で、残酷な。倒さないといけない。滅ぼさないといけない。そんな、憎いものは、すべて。ベル、大丈夫か？シロ、なんとか。トーカさんは、アイさんは。お前、その姿は。アイズ。なんじゃ、あのまがまがしい魔力は。何が起こっている。
ていうこと、アイズさんに何が。あれは嘘だろ。そんな精霊の反転。ああ、なんでよ、この世界の人間がどうして。私のせいなのか。私がハルバンヘルブを使ってしまったから。憎い。全員捕らえろ。一人も逃がすわけにはいかない。待ってください、フィンさん。この人たちに害なんてありません。モンスターなんかじゃない。ベルクラネル、悪いが僕たちは彼女たちをモンスター以上に危険な存在だと認識しつつある。アイズが変容した。そうとしか表現できない。そして僕たちの前から消えた。僕ですら仲間を奪われたと、そう結論付けないようにするのがやっとだ。おい、フィン。命令は殲滅だろ。そいつらを始末してアイズを追う。それだけだ。待て。状況は変わった。彼女たちが危険因子であることは変わりないが、情報を引き出す必要がある。何より彼女たちとはまともな意思疎通が可能なようだ。話を聞いてくれるのか。聞かざるを得ないといったところかな。それに対話できると分かっていながら剣を振り上げるのは蛮族の所業だ。純粋なモンスターならともかくね。私たちはあなたたちの言うモンスター、怪物の類ではない。そもそもこの世界の基準に当てはめることが不毛。折り紙。私たちは劣気とした人間。もっとがつくけれど、争いを望んでいないことは本当。私たちを保護してほしい。そして叱るべき対応を。処分を決めるのはそれからでも遅くないはず。理性的な判断、論理的な思考。君たちと最初に接触していればこうはならなかったか。何か意図を感じるな。彼女たちを拘束しろ。だが決して傷つけるな。フィンさん。おい、フィン。団長。黙れ。これは決定事項だ。逆らうことは許されない。すぐに行動に移れ。攻撃を加えたのは僕たちの方なのに。おかしいね、君は。とりあえずおとなしくしてもらえると助かる。君たちの力はダンジョンを刺激する。まずは地上へ連行させてもらおう。異界の住人、そして精霊と来たか。やれやれ。嘘は言っていない。信じてくれ。信じてあげてください、フィンさん。そうだ、シドウが嘘など。嘘だったらどんなに良かったか。え、
異世界とはいえ、よりにもよって精霊同士とは。リベリアさん。なんでもない。とにかく君たちの話は信じよう。じゃあ改めて謝罪させてくれ。君たちは対話できる相手だ。排除を指示したのは早計に過ぎた。全て僕の責任だ。が、団員たちの悪感情を払拭するのは困難だろう。仲間が豹変し、消えてしまった今となっては。その合図とやらは、私のせいで。こちらこそすまない。そのあたりのことは後じゃ。お主たちが言葉を尽くしたところで何かが変わるわけではない。ここには限られた幹部しかいない。お互い腹を割って建設的な話をしようと。その前に君たちの処遇を決めなければならないか。それはもうええんちゃう。ロキ、なんやったらラウルたちにはうちから話してもええ。ギルドにも話はつけてある。せやからその子らは解放したって。どういうことじゃ。この子たちは信頼できるってことさ。神様、どうしてここに。まあまあ、詳しい話をこの子から聞いてもうてな。この子。はい、みんな、どうやら厄介ごとに巻き込まれたみたいね。ま、小鳥？どうして小鳥が？だいたいあなたたちと同じだと思うわ。気づいたらここにいたのよ。ま、私は最初から街中にいたから、無用な疑いはかけられずに済んだけれど。まあ、こういうこっちゃ。この子らが嘘ついてへんのは保証するで。神々に嘘はつけない。そういうことか。ええ、本当に見破られちゃうのよね。試しに指導が昔書いた小説の必殺技を語ってみたんだけど、見事に見抜かれたわ。なんでそんなのでテストしてるんですかね。指導、物語を書いてたの？必殺技ってことは、もしかして英雄譚？すごいな。やめろ、そんな無垢な目で俺を見るな。中二という漆黒の鎖に縛られていた俺を見ないで。もう、また指導がおかしくなってしまった。鎖に縛られている指導、詳しく聞かせてほしい。ふふ、我からすれば鎖などまだ生ぬるいわ。持った腕にシルバー巻くとかさ。この子たちも相当悪が強そうだな。話を戻すけど、あんたたちがベルの言ってた神様ってやつなのか。ああ少年、自分らのとこにも精霊がおるんやし、似たようなもんやろ。だ、軽すぎません？まあ、こんなもんだよ、僕らなんてね。はいはい、話を進めるわよ。今問題なのは、例の反転した剣士でしょ。合図って言ったかしら。ああ、あの反転した姿、前のトウカと同じだった。どうかと？ふん。それで、意思の疎通は可能そうだったの？反転体となると、無秩序に破壊をばらまく可能性もあるわ。ふむ、私は近くにいたが、言葉は発していたぞ。消える直前、確かに、憎いという言葉を。
言語認知はしてるか。まあ性格がどうなってるかまではわからないけれど、そもそもどうして精霊でもない人間が判定なんて。心当たりがある。異界とはいえ共鳴したとでも言えばいいのかな。彼女の血がつくづく面倒なことになってきよったの。まあ原因なんかどうでもええ。それよりどう対処するかや。ああその通りだ。君たちの話によれば反転した精霊は能力を増しより攻撃的になるだったね。はい、灯火の時も折り紙の時も建物や町をオラリオに被害を出す可能性が高いというわけか。第1級冒険者という土台に精霊の力が加わっておるのなら。わしらでも抑えきれるかわからんぞ。レベルの一つや二つ上に見積もっておいた方が良さそうじゃ。抑えられたとしても間違いなく周囲に被害は及ぶ。力による無力化は得策ではないか。もうあの合図さんがそんなことになってもむなんて、なんか方法ないんか。小鳥たん、小鳥たん、まあ呼び名はさておいて、精霊のことなら任せてもらいましょうか。私たちは以前反転した陶火や折り紙を元に戻しているわ。同じ方法が通用するかは未知数だけれど、試す価値は十分にある。俺たちがてめえらに任せると思ってんのか。ベートさん、合図を変えた直接の原因を作ったのはてめえらだ。そんなてめえらにどうして丸投げできると思ってやる。じゃあ逆に聞こうかしら。あなたたちだけでお仲間の精霊の力を封印できるつもり？あなたの不信感も理解できないではないけれど、感情に任せて私たちを排斥するのは果たして正しい判断かしら。おい小鳥、ベートもよせ。違法の力が関わっている以上僕たちは協力を仰ぐしかない。それで具体的にどうするつもりだ？任せてちょうだい。私たちは精霊対応のエキスパートよ。相手が精霊ならすることは一つ、つまり霊として出れさせろ。は？ここにいる指導には霊力を封印する力があるのよ。その条件は対象に心を開かせること。つまりその合図って子を指導が出れさせる。そして最後はキスよ。どこをどうなったらそんなんだボケが。リベリアが思考を停止させおった。とにかく好感度を上げてキスすれば全部解決するのよ。シドウはこれで精霊たちを救ってきたんだから。ということはまさか皆様も。ああ、まあ、わーお、ゼウスもびっくりだ。そうとなれば早速作戦を。そんなの許すかー。
オーケー、落ち着きましょう。今必要なのは剣ではなく言葉よ。人は対話によってのみ分かり合えるわ。力によって通した意志はまた力によって駆逐されるもの。自らの意見を通すのに暴力を用いるのはこの上なく愚かな行為じゃないかしら。そして少なくとも私はあなたたちを理知的な人間と評価しているわ。つまり？この子を話してくれないかしら。レフィア、ステイヤン、とりあえず話を聞いたろ。あのレフィアという少女。ん？どうした折り紙？どこか不思議なシンパシーを感じる。いや何にだよ。でそれはそれとして小鳥、一体どうするって言うんだ？一応考えがないわけじゃないわ。さっきヘスティアたちから聞いたんだけど、この都市には凄腕のアイテムメーカーっていうのがいるんでしょ？オルデー、ペルセウスに頼めばどんなツールも一晩でやってくれるわ。またアスフィーさんの心労が増える。だそうよ。その人に指導の力をトレースした道具を作ってもらうのよ。つまり対象の霊力を封印する装置をね。あ、そんなこと可能なのか？そりゃあやってみないとわからないけれど、話を聞く限り可能性はありそうよ。それに今回の目標は私たちの知る精霊とは違って、この世界の力を帯びた疑似精霊ならむしろそっちの方が相性はいいんじゃないかしら。まあもちろん誰かがデートしてその合図の心を開かせないといけないのは同じだけど。話を聞く限り僕たちの専門分野ではないというか、とにかくデートとやらは君たちに一任した方が良さそうだ。代わりに僕たちは万が一の事態に備えさせてもらおう。万が一ですか？ああ、合図を撃つための準備だ。君たちの作戦の成否に関わらず、合図が被害を出す確率は高い。この認識は間違っているかい？いいえ、間違っていないわ。もちろん最善は尽くすつもりだけど、イレギュラーはいくらでも起きるでしょうね。今、彼女はおそらく臨界にいる。いつどこに現れるかは私たちにもわからない。空間侵が起こるのかさえも。僕たちがその災害に対処できるかはわからないが、手を尽くさない理由はない。合図の出現に幅広く対応するため、都市中およびダンジョンに団員を配備する。相手が相手だ。他のファミリアには任せられない。もちろん被害を食い止められればそれでいいが、もしそれが叶わず最悪を迎えたのなら、僕たちはアイスを排除する。フィーさん！止めるなよ、リベリア。止めることは許さない。分かっている、分かっているさ、フィン。様、待って、ちょっと待ってください。いくらなんでもそんな。若造、状況を見ろ。今の盤面を見下ろせ。わしらはもうその時に片足を突っ込んでおる。なんだよそれ。指導、何言ってるんだ。あんたたちはそれでいいのか？あんなに、あんなに怒るほど大事な仲間なんだろう。
それを！原因を作ったてめえらが何をおざえてやがる！君のその優しさは素直に嬉しい。だが、感情と理性は切り離すべきだ。単純な話なんだ。アイズがモンスターを超える厄災になったというなら、殲滅するしかない。計りにかけるのはオラリオ全ての命だ。サシモの第一級冒険者でも、これには釣り合わない。フィンって言ったわね、団長さん。ああ、何か。いいえ、別に。あなたの言うことは正しいわ。常に最悪を想定して動くべきよ。ただ、どんな世界でも組織の長っていうのは辛いものねって思っただけ。辛いと思うのは傲慢だ。少なくとも僕はそう思ってる。団員を配備するため僕たちはもう動く。ここからは別行動だ。このホームは好きに使ってくれて構わない。ドチビ、そっちは任せたわ。うちはフィンたちについてく。こっちはこっちでケアが必要な子が多そうやしな。うん、分かったよ。君たちの作戦の成功を願ってる。本当にね。それじゃ。放題言ってくれちゃって、私たちだって好きでこの世界に来たわけじゃないのに。謝らせてさえくれないってわけ。胸が苦しいな。なんだかギュッとする。どうか、あんまり気に病むな。お前が悪いわけじゃない。舞台を切り分けた。うん。私たちに仲間を任せたくない。それは彼らの何よりの本音。けれど彼は私たちとの内紛の方を危ぶんだ。互いが障害となって作戦に支障をきたす。最悪の可能性を排除した。だからこそ彼はその時が来たら本当にやる。ええ、切れるわね、あの金髪。とても残酷で合理的。市場を挟まない鋼の精神。最高のリアリスト。個人的には嫌いじゃないわよ。ああいうのをこの世界じゃ英雄って言うんじゃないの？小鳥。でも、現実なんてものをぶっ壊して理想をつかむのが、本当のヒーローってもんでしょうが。バッドエンドなんかいらない。誰も死なせてやるもんですか。それが私たちラタトスクのやり方よ。そうだな、そうだよな。私が原因であのものが変わってしまったというのなら、私こそ命を懸けなければならん。私とシドウが力を合わせれば不可能はない。愛は全てを救う。なんであんたとシドウだけなのよ。私たちもいるらしい。まあ僕も目指すんだったら断然こっちだな。その通りです。ベル様、ケンキ様を救いましょう。うん。さあ、私たちのデートを始めましょう。これが精霊の力を封印する指輪？本当にたった一日で？
届けに来たアスフィー様は明らかに不眠不休でしたが、くく、禁断の契約なくしてはかの魔道具の完成は日の目を見なかったであろうな。禁断の契約ってアスフィー様に霊力を見せて協力しただけじゃないですか。いろいろあるんだし、一応剣士とかも見せたし、調子に乗ってぶっ放そうとして大騒ぎになったじゃないですか。私も協力したぞシド。みんなお疲れ様。精霊を出れさせ対象にこの指輪をはめれば霊力の流れを正常化できるか。発注通り上出来よ。これで騎士の必要はない。あのピンク色の女に襲われる心配もなくなったわ。地味にトラウマになってるな。それでここからどうするんだい。とりあえず誰がこの指輪を持つかだけど。ああ、ちなみにこの指輪は精霊を出れさせた人間が直接はめないと効果を発揮することができないわ。何ですかその無駄な設定。無駄とは何よ。無駄とは指輪による封印はあくまでスイッチ。重要なのは精霊の心をいかにして開かせるかなのよ。そういうものか。まあいいや。それじゃあ指輪をつけるのは順当に精霊封印エキスパートの指導くんに。いいえ、キスによる封印の必要がなくなった以上、指輪はこちらの世界の人間がつけるべきよ。え？当然でしょ。デートをするならこっちの地理に明るい方がいいに決まってるわ。カフェへの道に迷ったりイルミネーションタイムを逃したりしたら盛り下がるのは当たり前でしょ。何を言ってるのかわからないんですけど。気にしなくていいから、ベル。待ってください。この場にいるこの世界の男性ということは、え？ええ、ベルに決まりよ。僕がアイズさんを認めないぞ。そんなこと。そうです、そうです、認められません。選定のやり直しを要求します。じゃあベルよりイケメンで女の扱いに慣れてる冒険者を連れてきてちょうだい。いるいる、そんなのいくらでも。地味に傷つく。小鳥。ん？何よ折り紙。私のサーチによれば、アイズは天然かつ内心では年上ぶりたいバブミーシスター。女慣れした男は握手、重要視すべきは非語欲の方。なんでそんなに詳しく。観察と洞察は基本。ちなみに指導にぴったりのタイプは何でもできる完璧同級生。名前にオがつくとベタ。ラッキーアイテムはクロロホルム。妙に具体的。ふん、後半は置いておくとして、合図に対しての見解は的外れでもなさそうね。ヘスティア、リリルカ、ベルより母性本能をくすぐる男を連れてきて。ベル様より可愛い男の子なんていない。もっと傷つく。というか、合図と気心が知れているものがいいのではないか。私もシドーにデートに誘われるのが一番嬉しいぞ。じゃあベルより合図に気に入られてる男子。もうダメだ、おしまいだ。完璧に積んだな。じゃあベルに決定ね。はい、これが指輪、受け取りなさい。ああ、はい。
あと、この指輪は精霊の左手薬指にはめなきゃ効果が出ないらしいから。いいかい、ベル君。バレンナニガシ君に指一本でも触れてはいけないぞ。あと、半径3メドル以内に入ることも許さない。目を合わせてもいけません。ええ、いけませんとも。それでどうやってデートするんですか。けど、小鳥、精霊が出れたのかどうか、どうやって判断するんだ。フラクシナスもないのに。超高性能の小型リアライザーを持ってたわ。しかも無線インカム付き。これで好感度も選択肢もバッチリよ。わあ、すごーい。これってご都合主義って言うんじゃ。ダメ、シド。それ以上言ってはいけない。これで準備万端ね。対象が臨界から現れたらミッション開始。速やかに接触して出れさせるわよ。でも臨界から出てきたら空間侵が。ええ、いつどこで出てくるかが鍵ね。最悪空間侵が起こったとしても、ダンジョン内なら街に被害は出ないわ。ダンジョンから消えたならダンジョンに戻ってくる可能性もあるか。まあ、あっちはロキたちに任せよう。バレン何がし君が現れたら知らせに来るだろうし、それよりギルドにダンジョン封鎖の継続を。失礼します。ウラノス様から伝令です。バレンシュタイン氏が見つかりました。なぬ。それで、その奇怪な服をまとっているらしく、ひどく目立っていると。静粛限界。いきなりこっちに現れたってこと？被害が出るって散々話してたの何だったのよ。街全然平和じゃん。とにかく出るぞ。言われた場所に来たわ。どこにもいないぞ。別れるわよ。シドウとベルはあっちへお願い。わかった、行くぞベル。うん。フラクシナスのサポートがあればもっとうまくことが運ぶんだけど、ないものねだりしてもしょうがないか。シド、とりあえず周りの人たちに聞き込みをしよう。あんなに目立つ格好だ。探せばすぐに足取りはわかるはず。わかる。くるみ！あらあら、シドウさん奇遇ですわね。このジャガマルくんという食べ物美味しいですわよ。シドウさんもいかがでして？奇遇って、なんでこんなところに。っていうか、リスみたいにほっぺた膨らませて何してんだ、自由か。くるみさんって、確かベートさんやレフィーヤさんと。あら、シドウさんのお友達ですの？異世界だというのに手がお早いですこと。こちらの方もなかなか美味しそうですわね。あのな、お前のせいで俺たちは冒険者に誤解されて偉い目に遭ったんだぞ。ひどいですわ、シドウさん。異世界だというのに出会っていきなり私のせいだなんて。私はこの通り訳もわからず迷い込む羽目になった異世界を満喫しているだけですのに。満喫の幅が広すぎるわ。そもそもなんでいきなり冒険者に喧嘩を売ったり。てめえ何してやがる。ベートさん。まずい。
よくもこんな街中で堂々と姿を現してくれやがったな。あら、あなたは、どこのどなたでしょう。ええ、すっとぼけてんじゃねえぞ、そんな。あらあら、ずいぶん乱暴なワンちゃんですわね。かわいい猫さんに生まれ変わってから出直してきてくださいまし。てめえ、くるみ、何煽ってんだ。なんとか逃げ切れた。あらあら、シドウさんったら、せっかくあのワンちゃんのお相手をして差し上げようと思ったところでしたのに。頼むから、これ以上話をこじらせないでくれ。まあいいですわ。ところで、シドウさんたちは今何をしているんですの？言いたいことは多々あるが、一応説明しとく。あらあら、異界の住人であるはずの少女が反転。私の知らないところでそんなことが起きていましたの。元をたどればあなたが原因なんですって、怒るところなのかな。シドウさんたちにはご迷惑をかけてしまいましたし、いいですわ、特別に手伝って差し上げましてよ。え？私たち、お呼びですの、私。バカ、こんな街中で分身を。ここは異世界、他者の目などどうでもいいではありませんの。さあ、頼みましたわよ、私たち。私たちの手にかかれば、反転した精霊を見つけ出すことなど造作もありませんわ。助かるけど、くるみ、お前どうして。ですから、ご迷惑をおかけしたお返しですわ。それに今は私とても機嫌がいいんですの。だってこの世界に来てからこんなにも霊力に満ち溢れているんですもの。そう警戒しなくても大丈夫ですわ。ここでユットベートを使っても、この世界の30年前に戻るだけ。それでは意味がありませんわ。くるみ？いいえ、何でもありませんわ。見知らぬ世界で無駄に霊力を消耗するつもりなど毛頭ない。それだけでしてよ。わかった。信じる。合図の捜索、ぜひ協力してほしい。やっぱりシドウさんはシドウさんですわね。シドウ、この人も精霊なんだよね。ああ、クルミは俺たちの世界ではナイトメアって呼ばれてる。時を操る最悪の精霊とも。けど、仲間になればこれほど心強い存在もない。ではでは、家宝が訪れるまで私たちはジャガマル君でもいただきながら待つとしましょう。目標が見つかった。でかしたわ、シドウ。それでどこにいるのよ。いや、それが…ジャガマル君、あずきクリーム味、
三つ。さっきからめっちゃもしゃもしゃじゃがまるくんを食べてて。おお、いい食べっぷりだな。なんだか私もお腹が空いてきたぞ。異世界のジャガなるもの、それは抗いがたき福いくたる香りをもたらし、精霊さえ虜にする禁断の蜜。少し黙っていて。まさかそれだけのために静粛限界したってこと？あり得る。あそっちの抹茶クリーム味も追加。まあいいわ。作戦に移るわよ。目標はアイズ・バレンシュタイン、識別名ソード・プリンセス。ベルクラネルは目標を速やかに出れさせ、左手薬指の指輪に精霊の力を封印すること。あ、はい。さあデート開始よ。私たちは仮の司令部としてこのロキファミリアのホームからサポートするわよ。ああ任せといてくれ。僕も着替えて気合はバッチリだ。ちなみになぜわざわざ移動を？簡単なことよ。サポートを受けてデートしてるなんてのを見られたら対象からの好感度が下がっちゃうでしょ。まあそれはそうかもしれませんが、デートの雰囲気を盛り下げず影からがっちりサポート、これが私たちのやり方よ。ベルとシドーにも持ち込んだ無線インカムを渡してるし、通信も問題ないわ。アイズさん見つかったってほんまか？ロキ、実はカクカクしかじか。これこれ、こういうわけっちゅうことか。よっしゃ、理解したで。一通り子供たちのケアが終わって様子を見に来てみたら面白いことやってるやん。うちも混ぜて。いいんですか？今だって緊急事態なのに。こういう時は流れに身を任せるのが一番や。そして今は全力で楽しむ。全力でできることをすべきや。本当に大丈夫でしょうか？さあ始めるわよ。じゃがまるくん、トマト大福味も。アイズさん。それから激辛ソース味にチーズマシマシ。聞いてない。落ち着きなさいベル。まずは対象の興味を引くのよ。そんなこと言われてもどうしたら。早速このリアライザの出番ね。何をする気だい？対象の興味を引くためベルが話すべき会話内容を人工知能が解析提示してくれるのよ。おお、なんかすごそうです。さあ選択肢が来るわよ。総員選択。このポンコツ選択肢は。もっとまともな選択肢が出ないんですか？仕方ないでしょ。フラクシナスのメイン AI じゃないし、異世界の成果2択しか表示できないんだから。まあ異世界やったらしゃあないなって、そういう問題ちゃうやろ。うっさい。時は金なり。さっさと多数決取るわよ。総員選択。そんなの一番に決まってるだろう。いや、一番も正直かなり微妙だけど。まあそうですよね。2番はただの変質者ですし。
アイズタンはジャガマル君はストイックに食べる子や。ジャガマル君をダシに声かけるとか地雷になりかねん。アイズタンの意識をジャガマル君から引き剥がすんやったら2番しかありえん。黒木の意見を採用よ。多数決じゃないのかい。ビリたちがいる意味って。議論よ議論。より私を納得させた意見を採用するのは当たり前でしょ。さすが小鳥たん、分かっとるな。ベル、聞こえたわね。より息を荒く、より変態っぽく、なんなら嫌悪感を持たれるくらいでいいわ。どういうことですか。ベル、耐えるんだ。俺も何度も通ってきた道だ。あの、僕らってアイズさんの好感度を上げようとしてるんだよね。早くしてちょうだい。さもないとあなたが昔密かに書き溜めてた僕の最強の英雄譚を公開するわよ。何それ見たい。そんなもの書いてませんから。これはアイズさんを元に戻すため。アイズさんを元に戻すため。お嬢ちゃん、ボボ、僕のお家に来ない？え？アイズさん？目標、見失ったようやな。時間かけすぎだ！今のは練習よ、練習。あなたたちにシステムを説明しなきゃいけないでしょ。やっぱり大丈夫じゃないかもしれません。やあ、花のように美しいお嬢さん。俺は今日、君に会うために生まれてきたんだと確信したよ。俺を馴染って、罵倒して、踏んづけてください。下僕、そう、俺はあなたの下僕です。ああ、俺とデートしたいならスクール水着に猫耳、首輪くらいはマストだろうが。とまあ、精霊とデートするときはこんな感じに振る舞うのよ。嘘ですよね。絶対に嘘ですよね。最初のやつ以外絶対に口説こうとしてませんよね。私はどれでもいける。嘘だと言って。まあ、折り紙がエクストライージーモードなのは否定しないわ。指導限定で。ベル、こういうのは慣れだからさ。慣れれば自然とセリフも出てくるもんだ。本当だよ、本当本当、楽勝さ。シド、目が死んでるよ。いいベル、私たちはもう何度もアイズと接触を試みてこれに失敗しているわ。声をかけてみても無視。もはや攻略とかデート以前の問題。まずは目標の興味を引くためのスキルアップが急務なの。わかってますけど。苦労なさってますね。まあ、ベル君からしてみれば一番無縁というか荷が重い話だしな。あの折り紙中古、めっちゃ美少女のくせに攻めでも受けでもいける口やなんて。あかん、胸がたぎってきたわ。君はどこ見てるんだよ。僕をなじって罵って、踏んづけて。
うひー。だから恥ずかしがってたら意味ないでしょ。自信のない男の言うことなんて誰が聞いてくれるのよ。そもそも自信満々に言うことじゃないですよ。致し方ない。ベル、これを。折り紙さん、何ですかこの小瓶のようなもの。飲むとドキドキが止まらなくなる不思議な薬。ふわ。これを合図に飲ませて押し倒せば全てうまくいく。いきませんよ。ごめんなさい、確かに安易だった。襲われて身も心も凌辱されてしまうのはベルの方だった。何言ってるんですか。あの薬、一体何に使うつもりだったんだ。寒気が止まらねえ。今ある情報を踏まえてもソードプリンセスは元々の鉱物を食べるために静粛限界したと見て間違いない。反転体といっても、おそらく当家とは違って、少なからず元の人格、記憶を有していると考えるべきよ。は？どういうことだ、小鳥。つまり、ソードプリンセスは、ベルの情報はちゃんと持っている。けれど、関心が限りなくゼロに近い状態にあるってこと。そこさえ覆れば、攻略の糸口になるはずなんだけど。とはいえ、どうする？宿命を追いし運命の子が、このままでは我々の求めし希望には依然遠く。時間もないか。こうなったら作戦を組み替えるわ。シロ、準備なさい。え？これって…うむ、デートだ。なんか妙なことになってきたな。ごちゃごちゃ言わないの。ベルができないなら指導が手本を見せるしかないでしょ。このダブルデートは見取り稽古みたいなものよ。ベル、指導とトーカのデートを参考にしてちょうだい。これで突破口を開くのよ。あー、はい。納得できない。なぜ十日なの。指導の隣には私がいるべき。その程度で我が嫉妬に取り憑かれるはずが。なあ、やっぱり納得いかない。私の方が絶対いいし。外野の声がうるさいでしょうけど無視してちょうだい。目の前のことだけに集中して。大丈夫なのか。いいか、ベル。まずはダブルデートに持ち込むんだ。出なきゃ何も始まらない。アイズさん、今は何を。やっぱり無視されて。どうしたんだ、トーカ。じっと屋台を見て、じゃがまるくんを食べたいのか。バカを言うな、シド。私たちはベルたちをサポートせねばならんのだ。決して私も食べたいなどとは、などとは。悪い悪い。けど、俺が食べたくなってさ。一緒にじゃがまるくん巡り、しようぜ。それならばしょうがないな。指導のために付き合ってやろう。あ、アイズさん、僕と一緒にジャガマルくん巡りをしませんか。ジャガマルくん巡り。あ、はい。僕いっぱいジャガマルくん食べたくなっちゃって、美味しいお店も知ってるんです。どうですか。行く。やるじゃないか、ベル君。第一段階クリアだ。
ズさんを一発で呼び止められた。すごい、シドウすごい。いや、俺もデートの達人ってわけじゃないんだが、ベルがいると逆に客観的になれるというか、冷静になるというか。とりあえず俺が全力でサポートするぜ。ついてきてくれベル。一生ついていくよ師匠。あ、じゃない、シドウ。とか、あっちにジャガマルくんスペシャルサンデーが売ってるぞ。一緒に食べに行かないか。アイさん、あっちでジャガマルくんジャンボパフェが売ってます。一緒に食べに行きませんか。行くぞ。とか、食べ比べしようぜ。ほら、あーん。アイズさん、食べ比べしませんか。ほら、あーん。ほんま。ほほはは、指、僕の指食べてますから、アイズさん。どうか、ジャガマルくんが口についてるぞ。取ってやる。じっとしてろ。シド、アイズさん、ジャガマルくんが口についてますよ。取ってあげます。じっとしててください。ん、これって今からキスをするみたいじゃ。ベル、まだ今撮ります。サポーターくん。ヒスティア様、リリはもうダメです。オラリオを救うためとはいえ、こんなものを見せつけられて。ペル様とのイチャコラ、うらやまねたまし。というわけで、リリは意識を断ちます。チーン。ずるいぞ畜生。僕だって血類を絞りながら見守っているのに。シドウのデートパフォーマンスが通常の10割増し。まるで弟を見る兄、いいえ、後輩を助ける先輩。尊い、尊いけれど。私たちの時はあんなデートうまくなかったじゃん。なんで10日だけ。納得いかないし。ベルたちがうまくいったらいったで、こっちは阿鼻叫喚の地獄絵図。なんとかならないかしら、この構図。どっちに転んでもバッドエンドじゃないか。バッドなわけないでしょ。ソードプリンセスを出れさせるって目的忘れんじゃないわよ。2番だ。2番の方が断られる可能性が高い。だから目的を忘れるなって言ってるじゃない。ドチビ、安心せえ。どっちの選択にせよ、部屋に連れ込んだ瞬間、うちらの最終兵器レフィアを投入したる。だから霊力を封印できなかったら討伐対象になるってのを忘れてんじゃないでしょうね。ベル、一番よ。決めにかかるつもりで気合い入れなさい。あ、アイズさんを僕の部屋に。やめるんだベル君。あのホームは僕と君の愛の
ガイアは黙ってなさい。とか、腹も膨れたし、これから部屋に戻ってこのボードゲームでもしないか。さっき店で見つけたんだけど、すごく面白そうでさ、どうかな。おお、それは楽しそうだな。いや、よろしくない。そうか、アイズさん、お腹も膨れましたし、これから僕の部屋に戻って遊戯盤でも。あらあら、それは楽しそうですわね。くるみ、なんでここに。あらあら、ご挨拶ですわね。アイズさんを見つけ出せたのは一体誰のおかげでして？これくらいの約束があっても良いではありませんの。ダメだぞくるみ、今ベルとアイズ、シドウと私はデートをしているのだ。釣れないことをおっしゃらないでくださいまし。良いではありませんの、良いではありませんの。そうですわ、私もシドウさんにあーんしたいですし。あら、私はベルさんのほっぺについたクリームを舐めとるというのも。モンスター。違います、違いますから。シドウ、ベル、落ち着いて。どうにか立て直すのよ。立て直すって言ったって。今応援を向かわせたわ。彼女たちがクルミを抑えている間にその場から離脱して。応援？咲き乱れるデートの共演とあらば、我が出てこぬわけにはいくまいて。さあシドウ、我ともデートするがよい。っていうか、もう我慢できるかーい。シドウ、ベルくん、無事かい？何もされてないかい？ベル様、リリが来たからにはもう大丈夫ですよ。余計ややこしくなりそうなんですけど。ちょっとあなたたち、クルミを止めるって言うから許したんだけど。安心して、任務は果たす。さあ、シドウとベルはこちらへ。カグヤとリリとヘスティアはトーカとアイズを連れて逃げて。よし来た。で、バランス悪くないかい？そうだし、なんでベルとシドウだけそっちなわけ？聞いて、シドウとベルを見ていて気づいたことがある。気づいたこと？可愛い後輩ベルと、それに頼りにされる先輩ポジションのシドウという取り合わせも悪くない。真面目な顔して何を言ってるんだよ。可愛い後輩にじっくり見てもらいながら、シドウとマチュピチュしたい。ベル君に変なもの見せるな。変ではない。私たちの世界に存在する遺跡の名前。ヘスティアやリリはともかく、なぜカグヤが赤面するのかわからない。赤面なんてしてないし。あれもモンスター？ある意味合ってるのかもしれない。どうしたんだい小鳥くん、難しい顔をして。いろいろドタバタはあったけど、シドウくんのおかげでベルくんはいい感じにデートできてるじゃないか。これソーダプリンセスの数値化されている好感度なんだけど、ピクリとも変化がないの。なの？ここ2日、あんなにベル君に迫られてかい？僕も思わず赤面してしまうくらいいいシーンはあったぞ。ええ、そうなんだけど、
私たちがアプローチの仕方を間違えているのか、それともベルの方も疲れてきてるわね。大丈夫か、ベル。シド、大丈夫じゃないかも。慣れないことばっかりで、アイズさんは僕を見てくれなくて、誰かに好きになってもらうってすごく大変なんだなって。わかるよ。俺もそうだったし、いきなり女の子を照れさせてキスしろなんて言われて。当たり前だけど、精霊はみんな最初から好意的じゃない。殺されかけたことも何度もあったし。シドは元の世界でこんなことをずっとやってるんだね。すごいな。まあ俺なんかより精霊の方がずっと大変なんだ。いや、とても悲しい境遇にいる。悲しい？小鳥がちょろっと言っただろ、 AST とか。精霊は生まれた瞬間から人類に恨まれ、殲滅対象になっちまう。あ、僕たちの世界のモンスターみたいに。ああ、本当に怪物とか災害扱いだ。精霊にも感情があって、生きてるのに。それに、もっと恐ろしい連中もいたんだ。恨みや悲しみからじゃなく、精霊を利用しようとする奴が。利用？得体が知れなくて、凄ましくて、俺はあの男が、とても怖いと思った。あの、アイザック・ウェストコットが。アイザック・ウェストコット？ちょっと関係ない話もしちまったけど、とにかく俺は、そんなものから守りたいと思ったんだ、あいつらを。ベル、俺は精霊を照れさせて力を封印するのはただの手段だと思ってる。え？目的は、本当にやりたいことは精霊を救うこと。それを忘れなかったからこそ俺は立ち上がれた。だからベルにだってできるさ。困ったらいくらでも相談しろよ。俺たちはチームなんだからな。救う？誰が？誰を？僕が、アイズさんを救う？ずっと考えつかなかった。いや、考えないようにしていた。そんなおかしなこと。だって、助けられてきたのは僕じゃないか。強くて、綺麗で、遠すぎて、英雄みたいで、誰よりも憧れて、だから追いつきたいって、僕は。そんな僕が、どうやってあの人を。何もない空間から現れて、あれは、アイズさん？地壁に向かってる。北西の市駅、僕とアイズさんが訓練してた場所。あ、流れ星？あ、いや、今そんなことより。
愛さん。どうしたんですか、愛さん。こんなところで。空を見てた。空。あとは街。アイズさん、またジャガマル君を食べに行きませんか。僕一緒に行きたいところが。もういい。え、もうたくさん食べた。もう食べなくてもいいようにたくさん。もう大丈夫だから、ダンジョンごとこの都市を壊す。憎い。だから壊す。許さない。だから殺す。もう私を増やさない。だから滅ぼす。私はモンスターを許さない。私はダンジョンを許せない。だから願うの。天の扉に。すべてを壊してください。どうして、モンスターが、ダンジョンが憎いなら、オラリオを壊す必要なんて。どうしてだろう、わからない。でも、胸の奥が言ってるの。この光景を、壊そうって。リアライズは、ソードプリンセスの霊力値がマイナスに振り切れてる。どういうことだい。セフィラの暴走、溜め込まれていたソードプリンセスの感情が。コトリ、ヘスティア、都市の壁から凄まじい霊力が。胸の奥が今も囁いてる。違うのかな。私はずっとこの場所が、幸せなみんなが嫌いだったのかもしれない。イズさん。ねえベル、英雄はいるのかな。英雄は、いると思う？英雄は、英雄は、アイズさんです。英雄は、アイズさんみたいな人だから。アイズさんたちのような人を、みんなは英雄と言うから。だから僕は、アイズさんがいれば。そう。そうだね。知ってたよ。音が聞こえた。取り返しのつかない音が、致命的な何かを間違えてしまった音が、最悪の選択肢を選んでしまった。破滅の音が。英雄なんていない。わかってた。あの時からずっと。だから私は。何が起こってるんですか。黒い暴風、都市全体を包み込むほどの。これじゃまるで空間心、いや
それ以上の。ノイズさん。くそげ。行くぞ。もう一刻の猶予もない。そうだろう、リベリア。ああ、総員武器を持て。目標はシェキ北部剣気アイズバレンシュタイン。アイズさん、やめてください。アイズさん。魔導したい栄翔ゴール前へ。フィンさん、待って待ってください。あの人はまだ。どけ若造。ガレスさん。てめえは失敗した。てめえに任せた俺たちが一番の負け犬だ。失せろ。尽くす言葉はもうない。下がっている。ベルクラネル。あの子を止めなければ。あの子を終わらせてだ。神様、シドは神様。はあ、出る。もう仕方ないんだ。もうどうしようも。私たちの攻撃も弾かれる。暴走を止めるどころではない。まさかこれほどとは。強すぎる。こんなの、こんなの。明らかにデミスピリットを超えている。これが異界同士の精霊が重なり合った力。バレンシュタイン。あ、魔力の流れが変わった。なんだ、何をする気だ。開けエンピレオ。あれはガリノア。ちゃん、あれは扉や。精霊の力、自分自身を媒介にして天の扉が開いた。あの扉が、あの子の本当の天使。いいえ、本当の魔王。まずい。あの力はアルカナムと同等の。そりゃあかん、それはあかん、それは反則や。アイズ！あー！あ！ヘブンズ・カタストロフ。